女子ゴルフツアーアースモンダミンカップ第3日2024年6月22日千葉県カメリアヒルズ CC6688 ヤードパー726番から第2ラウンドを再開した藤田才木38イコール JBS が67で回り通算区アンダーで首位に立った21位で出た小祝井桜は6バーディー ボギーなしの66と伸ばし通算用アンダーで1打差の2位に急浮上した。良い天気の中でプレーできたので良かった。後半もスコアを伸ばせるように頑張りたいと話した。12番から第2ラウンドをプレイした高橋彩香、25イコール東芝は71。天本遥香、25イコールフリーが70で周り2位に並んでいる。 a 級シード選手の片山信号をキャディに起用している薄い玲香、25イコールフリー、は76とスコアを崩したものの、通算1オーバーの65位で大会4年ぶりの予選通過を果たした。